現在感染症の拡大防止が叫ばれている中、40代の男性を中心に風疹が流行しています。風疹は免疫がない集団において1人の感染者から5人から7人に移すほど強い感染力があります。大人がかかると重症化することもあり、また妊娠中の女性がかかるとお腹の子供に障害の影響が出ることもあります。特にワクチンを接種したことがない方は注意してください。自分が風疹になってしまうと、保育園の送り迎えや土日の公園付き添いなどで自分から周りの人へ移してしまう可能性がありますし、職場でも子供を持つ同僚や妊娠している同僚に感染させてしまう恐れもあるので、まずは自分自身の対策が大事だと思います。風疹が流行っている40代男性は職場で重要な仕事をしているケースが多いので、この年代の対策は企業活動においても重要になると考えられます。現在、厚生労働省が昭和37年から53年生まれの風疹ワクチン未接種世代の男性を対象に無料クーポンを配布していますので、未接種の方はぜひ検査を受けください。